能力って何？ちゃんと閉まるやつ。ナイス。おー起きた。入りたいんかな。でこれがレッドバナナみたいなやつだね。リオタハタチ。はいどうも皆さんこんにちは。実は双子のリョウタです。よろしくお願いいたします。今回ロックダウンが明けたということで。近くの公園、まあ、近くって言っても歩いて30分ぐらいかかるんで、まあ、結構遠いんですけど、そちらの公園でサッカーをして、その帰り道にある場所に行く途中のおしゃれな橋を渡っているところでございます。その様子を今日は最後までご覧ください。今日の目的地はあちらの市場。市場行きましょう。この大きい道路、いろんなところに横断歩道あるんですけど、基本的に車は止まってくれません。まあ大体止まってくれないんですけど、100台に1台ぐらい奇跡的な紳士的な人が乗ってる車はね、時々止まってくれるんですね。まあ本当大体はもうパーンって近くをスーンと走り抜けるわけなんですけど、時々ねいるんですよ、まあ、車が優先ですね。でかい人のでかいものが優先みたいないう感じなんで、道路を渡るときはもう隙間を縫ってピューンと渡っていくような感じですね。まあ2本ぐらいじゃないですか、横断歩道をいたときに止まんなかったら捕まりますよみたいな、そういう道路交通法があるのはかなりね、日本は人が優先なのでね、この国もそうですし、東南アジアもですけど、まあ、車が優先ですね。まあ、車が優先っていうルールはもちろんないんですけど、まあ、でかいものの方がやっぱ優先っていう感じで、普通に引かれると思うんで、自分が気をつけてないと。はい。だから皆さん、本当車にはぜひ気をつけてください。で、ここの外のゾーンが雑貨ゾーンでしたね。いろいろ生活に必要な雑貨がいっぱい揃ってるような感じで、この間僕スーパーで爪切り買ったんですけど、スーパーに売ってる爪切りがめちゃくちゃちっちゃい爪切りで、もう猫の爪でも切るんかぐらいの、ほんとマジでちっちゃい爪切りしかなかったんですよ。だからここでちょっと爪切りのアップデートを行いました。はい。で、こちらが外ですね。外、大体お店のこの置いてるものの種類っていうのは、区画ごとで、基本的に同じものが大体置かれています。で、さっきの外はもうあのゾーンは雑貨しか売られてないみたいな、雑貨はここに行けば買えるよみたいな。で、外の今のゾーンだったら服屋が並んでますよみたいな。で、こうやって区画をこうばらけさせた方がいや売れるんじゃねえかとか思うんですけど、同じとこにこうまとめておいた方が、買いに行く人がここに行けばこの商品が買えるとかいう感じで買いに行きやすいのでまとまってるという説があります。市場に来たのはコロンボに行った時ぶりですかね。なのでかなり久しぶりにここにこの市場という場所に来たかなという感じなんですけど、基本的に野菜とか肉とかその食材は僕らは買っていないので、あ、移りたがりのおじちゃん入りました、ありがとうございます。はい、食材とかは買ってないんですけど、僕がカンボジアに住んでる時は毎週というか食材がなくなったらこういうとこに来て肉野菜で時々魚とか米とか全部ここで買い物は済ませていました。で、どこのお店も大体売ってるもん一緒なんですよ。もう野菜だったら野菜で一緒だし、雑貨だったら一緒だし、米だったら一緒だしみたいな。なのでどこで買ってもいいんですけど、まあ、僕が買う基準とかはこの売ってる人の人柄というか、そういう感じで、なこの人いいなみたいな、ここで買いたいなみたいないうところでいつも買ってました。スリランカの YouTuber の人たちはみんななんか優しそうな人 でそんなガンガン話しかけてくるわけでもないし、なんかすごいみんな笑顔で対応してくれましたね。居心地がいい市場です、ここ。で、外に移動するわけなんですけど、ここが、まあ、フルーツゾーンでした。で、これ何かちょっとご存知の方、コメントでも何でも教えてくれたら嬉しいんですけど、見たことないもの。え？うん。これなんだろうね。なんかの実みたいな感じなのかな。ここでちょっとコミュニケーションが取れなくて、残念ながらこれが本当に何かは聞くことはできなかったんですけど、ラサイラサイと。美味しいぞということだけは聞いたので、
今度ちょっとあれ試してみようかなと思うんですけど、あれちょっと見た目的にも食べてみるのには勇気のいる食材なのかなと思うので、ちょっと覚悟して食べていきたいなと思うんですけど、おそらくフルーツゾーンに置かれてるから甘いのかなという感じだと思いたい。まあ、基本的に何でも食べます。勧められたもんは一旦食べてみる。で、食べてみてダメだったらダメで、そこでわかるし、相手の反応も見れるということで、何か食べるっていうのはね、すごいコミュニケーション取る上でもかなり大事かなと思います。ここ、カバンゾーンでしたね。ここに置いてあるものの 100% が偽物だと思ってもらって構いません。時々ね、アビダスとかね、アビバスとかね、D が B になってるみたいな。これのコピーはよく見かけられます。喉が渇いたんでね、フルーツシェイクでも飲もうかなと思って、メニューを見たらなんとフレッシュプロテインシェイクの置いてあるお店でした。これは興奮します。前回の動画でも載せたんですけど、プロテインシェイクがこの国では飲めるということでね、これはもう激アツ案件ですね。まあ思ったよりちっちゃかったんですけど、まあ味は最高でしたね。あーうめえ。うまかった。この炎天下、炎天下って言っても32度ぐらいですかね。汗は出てくるんですけど、そんな汗だくになるってほどでもない。結構過ごしやすいと思います、スリランカ。そんな湿気があるわけでもないし、結構カラッとした暑さで包まれてますね。で、街の至るところに牛ちゃんたちは寝てます。この牛めちゃくちゃ毛並みが綺麗でね、よしよししようかなとか思っちゃったんですけど、ちょっとやめましたね。下手しやられますね。前蹴りとか食らったら多分やばいな。重いですからね。100キロくらいあるんじゃないかな。もっとあんのかな。かわいいな。入りたいんかな。飼い主を待ってる犬のような。かわいいな。入りたいか。近くで見ると結構かわいいんだよな。まあ、可愛いんですけど、この人たちがするうんちちゃんはもう巨大で、もうズドーンと爆弾のように置かれてますね。で、ここがフルーツゾーン。ちょっとね、見たことのないフルーツが置いてました。これなんだろう。これも分かる人ちょっと教えてください。これね、今言ったんですけど、レッドバナナって言ってめちゃくちゃ甘いらしいです。スリランカだけでもバナナ20種類ぐらいあるらしくて、ここにも5種類6種類ぐらい普通に置いてたんで、ちょっといろんなバナナちょっと買い揃えて試してみようかなと今度思います。これもこのフルーツもなんだろうな。コロナ禍の街中の様子、そして市場での様子いかがでしたでしょうか。まあ、僕はこの動画の中でも話したんですけど、市場が結構大好きで、まあこうやってわーって言ってるこう活気のある市場っていうのが好きなんですけど、まあ今こんな状況でもありますし、店が半分以上閉まっていたということで、まあ活気は減っていたけども、この状況の中こうやってお店もやってくれて、そういう場所に行けて、いろんな人とこう挨拶しながらコミュニケーションを取ってっていうことができて、めちゃくちゃパワーと元気をもらうことができました。ありがとうございます。みんなね、世界中結構大変な思いを皆さんしてるとは思うんですけど、その中でも僕らはこういうスリランカという国に来れて、普通にサッカーができて生活もできてという、こういう当たり前の日常に本当感謝する必要があるなということを、まあ、今日改めて感じることができました。まあね、人とこう話すとやっぱ人のそのパワーを、人のパワーをもらえるし、もらったパワーを僕がこう与えられるような人間にならなきゃいけないなと思いました。この市場が活気が戻って、国全体として観光客も来れて、わーっと盛り上がっていけるようになる日が、もう待ち遠しくてもたまらないですね。そんな日が早く来ることを心から願っております。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。相席食堂やってるんです。相席食堂こんな